ラマシーンに乗っかって、あっちの時代こっちの世界、ブチャーワンタン大冒険。あー大変だ、おにょにょ博士のやつ地球をね丸まんま凍らせる機械のスイッチ入れたんだわにゃ。もうなんとかしてね、あの機械ぶっ壊さないと。はい、お話好きのオラッチブチャとお芝居好きの僕ワンタンがお送りするジュルッとな名作劇場。はいはい、ブチャ猫こんにゃのめジョッキー、さあ今日もみんなのリクエストにお答えするわにゃ。はい、参りましょう参りましょうね。はいはい、さてさて、はい、最初のお便りは、あそうだ、ビッグマンモスにも聞かせてあげようかにゃ。おいビッグマンモス、はい、あー来た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 。へー、ところでさ、ビッグマンモスのみんなはスキーしたことあるかにゃ。はい、あります。おお、あるね。ほじゃあアイススケートは。あります。ほう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 、僕なんかまあ両方とも得意ですよ。あら、あー思い出すな、スイスの山でピューピュースイスイスイと滑ったあの雪の日のこと。でもその時お尻で滑ったんじゃない。あら、よくわかるですね。そうだと思った、その時尻尾がちぎれたんだよ。あらもうまた思い出させる。自慢するからいけないのよ。みんなも早く覚えて歌ってちょうだいね。みんなで幸せを赤ちゃんにあげようよ。ちっちゃな指先にキスを一つ、キスを二つ、ジャン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 。この子が三つになったら教えてあげよう、踊りと歌をきっと赤い靴が似合う。花の髪飾り、みんなの心を込めて。本当？
やら僕が好きみたい。うそうそ本当はゴラッチだい。僕は見る目がハート型。ゴラッチに会うと真っ赤っか。僕が好きなの好きなの。オラッチ僕です。オラッチ僕です。オラッチよ僕です。オラッチだってのにもう心配。私の好きなのはね、同級生のジュン君なの。ずっとな。人生はずるっとな、裏切りの街角で。少年は少年は涙をこらえて立ち上がる。でもね先輩、夢は失いたくないですね。そう、オラッチも有名になりたいわにゃ。あら、ずるっとな。お茶碗が決定。今日は何の日？ピンポンパン、お別れの日。いやー、まあまあ、いよいよですな。本当にね、ワンタン、今日でお別れになって寂しいね。本当ですな、ブチャさんよ。ワンタンよ。はい、声はおなじみ、お顔は初めてですね。はい、やっと姿を見せてくれましたね。どうも、どうでございました。いやいやいや、ご紹介します。ブチャさんの声をやってくださったのは富山圭さんです。どうも、いよいよお別れです。似てるかな。長い間応援ありがとう。はい、ワンタンの声は富田光生さんです。どうも、おはようございます。いよいよ本当に最後ですね。似てますか。ただ似るもんですね。はい、あ、それじゃね、はい、あの僕の方から、はい、お人形の総演の方をご紹介します。はい、どうぞ。はい、どうぞ。起立。ちょっと立ってください。はい、はい、まずこちらはブチャの、ね、人形の総演をやってくださった村松茂弘さんでございます。長い間可愛がってくださってどうもありがとうございました。はい、そしてこちらが、ワンタンの総演をしてくださった岡野誠さんです。イエーイ。皆さん本当に長い間ありがとうございました。どうもありがとうございました。ピンポンパンの中でブチャワンというと一つのシンボルでしたよね。そうですね。あの長い間やってらして大変だったことってどんなことでしょうか。富山さんどうですか。私の方が、はい、もう大変なことはいっぱいありましたね。あの楽しかった思い出がいっぱいありますね。歌がねたくさん覚えられたんですよ、この番組の中で。演歌もね。演歌。いや本当に楽しい思い出ばっかりでございました。まあそれに比べてですね、ワンタンの私の方はね、苦しい思い出、いじめられた思い出、そればっかりでね。いい加減にしなさい。あんたもう決まってますよ。ごめんなさい。じゃあちょっとひとまずここでね、ブチャさんワンタンに締めの言葉をいただきましょう。はい、本当に長い間ご贔屓にありがとうございました。いつまでも生き続けていますからね、ブチャワンは忘れないでくださいね。はい、またどこかでですね、皆さんとお目にかかるのを楽しみに、しておりますよ。それではどうもありがとうございました。それではここでコマーシャル。Yeah.
で一緒に。そうです、そうです。